演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのかぼちゃの肉感を食べたいと思います。パンのパンはいいんですけど、蒸しパンって珍しいと思います。では、いただきます。確かに見たことないですね。新しくて美味しいです。もっちりとした生地の中にかぼちゃのダイスが入っていて、噛みしめるともっちりとした食感と同時にかぼちゃの優しい甘みが口中に感じられて、とっても美味しかったです。やっぱり秋はかぼちゃですね。あれもあるし。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。